近の政治家って、世論のこと何もわかっていないよね。国民のためとか言っておきながら、具体的なこと何もやろうとしないし、口先ばっかだな。所詮、国民より自分の保身が全ての世界なんだろうけど。そういや、もみじは、選挙に行ってる？いや、行ってないな。面倒だし、誰が当選されても一緒だろうし。なるほどね。選挙に行っていない人が、政治の文句を言う資格はないぞ。この国の政治は、民主主義というルールのもと動いているので、有権者一人一人が、みんなが暮らす社会を良くするには、どうするのが良いか、自分の意見を持って、政治に反映させる参加と責任があるんだ。だから、選挙に行かずに、今の社会が良くならないのは政治家が悪いというのは違うぞ。ということで、本日のテーマは、宇野茂樹さんの民主主義とは何か。という本から学んだ民主政治について話そうと思う。この本のテーマは、今や危機に瀕した民主主義にまだ可能性はあるか？政治の歴史を紹介しながら、テーマについて紐解いていく本となっている。危機に瀕しているって、どういうこと？民主主義国の先進国内部で、中間層が没落し、格差が拡大していることだ。そういった危機的状況の中、今の民主主義ではどうすることもできないのか？民主主義の限界なのか？その答えを探すべく、政治の歴史をヒントに、答えを探そうと試みた本だ。なるほどだぜ。民主主義の始まりは、古代ギリシャのアテナイと言われている。人間の集団が組織化するにあたって、公共の領域として、すべての市民に開かれた共通の場所が登場し、私的領域と区別され、私と公の区別が生じた。両者を明確に区別することが、後の民主主義の重要な要素となった。そういった状況のもと、私的な意識とは別な、公共的な意識を持つことが、アテナイ市民には備わっていたんだ。公共的な意見を持った市民同士、規範やルールが共有されているのが前提にあったので、人々が平等な立場で議論を交わし、自分たちが納得したことにのみ従う精神が作られていった。何より、人と人が直接顔を合わせて、対話を行うことは、当時アテナイでは極めて重要な要素だった。だから、自分たちが採用している政治の仕組みについて、誇りを持ち、自らのアイデンティティとされていたので、公共的な議論の場で、市民は自発的に従うものとされていたんだ。自分たちで決めたルールなんだから、誰に強制されるのでもなく、自分で納得して従うべきという教訓が込められていたんだ。つまり、民主政治は誰かが作るものじゃなく、みんなで作っていくということなんだね。そう、まさにそこなんだ。今の民主政治がおかしいのは、有権者たちが、政治に関心がなく、持っていたとしても、自分たちで社会を変えていこうという意見が薄く、誰かがやってくれるだろうという受け身の姿勢となっている。もっと言うと、一人一人が社会全体の公共の利益のためにという意識が低く、すべて政治家任せにしてしまっている、当事者意識が低い点が挙げられる。選挙に行かず、自分の政治参加意思を放棄した状態で、公共的な議論によって決定されたこと。政治の政策に対して、間違っているとか、意見を述べる権利はないということなんだ。有権者が、自らの可能な範囲で公共の任務に携わり、責任を分かち持つこと。一人一人が社会全体の利益を真剣に考える必要があるんだ。仮に、有権者の意識が政治に向いたとしても、現在の政治システムが間接民主制という仕組み上、正しく民意が反映されるかという課題が存在するのも事実だ。だから、新しい技術を通して、政治の透明化を実現し、市民をより直接的に政治や行政へと結びつけるのを拡大していく必要もあると思う。行政権の強大を社会がいかに統制するか、政治権力の責任を厳しく問い直す仕組みが必要でもある。学校で習った、三権分立っていうやつね。例えば、現在の仕組みでは、国会を媒体にしか有権者は、内閣にアクセスできないが、直接内閣に対して、アイディアを寄せ、同時にその活動をチェックできる仕組みとか、間接民主制の下では、国会の独裁体制になってしまうため、人々は受動的になりがちで、全て権力者に依存する形となってしまう。だから、政治参加拡大によって、人々の当事者意識を高め、独裁体制に対抗する力でもある、民意のエネルギーを引き出す必要があるんだ。選挙は、自分の意見を政治に反映させるものだけでなく、権力者の力を防止する民意を作る役割も備わっているってことね。マリサが立候補してくれれば、選挙に行くよ。